でしょうね、今勉強になりましたあの僕自身がちょっと初心者の方に当てはまるかは分かんないですけど、僕自身が気をつけてるのは息が切れないようにしてることですよね。そのぜいぜいハーハーなってしまうってことは多分自分の何かを超えて動いてるので、まあ、それいい指導だね、はい、なのでまあなんですかね、息上がらないように気をつけてるっていうよりは、一本のスパ終わった後にとか最中に苦しいと思うから、あ今ギア上げすぎてたなっていう風に振り返るようにはしてます。あるよね、はい、あの俺も言うもんね、この俯瞰で一人見とけと、はい、でめちゃめちゃハーハー言っちゃってる自分がいたら、はい、ちょっと恥ずかしいなと思うぐらいちょうどいいよねなんで俺こんなハーハー言っちゃってんだみたいな。試合とかでもそうですよ、なんか理想の勝ち方した時って結構一本取った後息切れてない時とかすごいなんかいいパフォーマンスとか動きができなかったって感じますよ、ね、試合の時なんか特にさ、相手の呼吸も聞こえるじゃん、はい、そこでなんとかな波長じゃないけどあっと落ち着けるときあるよ、ね、あ俺の方が息上がってるなとか、はい、相手の方が息上がってるなとか、相手の呼吸音を感じ取れるぐらいの冷静さが欲しいところですよね。そこで前に帰れるというか、そういう瞬間あるじゃないですか。自分のも聞こえない、相手のも聞こえない、でもこうだんだん視野が迫ってきて、いわゆるちょっとずつ盲信か、あそれは避けたいところですよね。それには自分の、まあ、ヨガとかじゃないですけど、内観じゃないですけど、呼吸音にこう集中してみたいっていうのはとてもいいことかなと思いますね。こんなところにしましょう。はい、以上になります。